じゃあ私の新型コロナウイルスの感染症の罹患記録、この度ですね、2022年の8月2日に感染が確定しました。まあ、いざ感染してみるといろいろな情報が得たくなったんで、同じように思う人は多いなと思ったから動画作ることにしました。自分がコロナに罹患するっていう感覚が正直全くなかったんだよね。まあ、そもそもコロナって2020年の3月くらいからだったですかね、広がったのが世の中的にね。でもうすでに2年以上経過してるっていうのもあって、まあ、慣れが発生していたっていうのもあるし、まあ、やまれ大丈夫だったし、まあ、今後も大丈夫かな的な。であと身の回りにもまあ罹患した人がそもそもいないから、あんまり実感が湧かず、そのテレビとかそういう報道の世界だ、まあ、アンリアル、まあ、自分の実感にはあんまり湧かない感じっていう感じもあります。まあ、あとはもうそもそも実は罹患してんだけど無症状で過ぎて今に至るみたいな、まあ、そんな可能性もあるよねって、そんな風に思ってます。で時系列ですけども、7月30日の土曜日ですね、もう休みの日ですね。まあクーラーかけっぱなしで寝てしまったせいで、まあ、朝起きてみるとちょっと喉が痛いなと、まあそんな風に思いました。まあクーラーかけて寝てしまって喉痛いって、まああるあるの話じゃないですか。だからこの時点でコロナではなくただの夏風邪っていう自己診断してましたね、正直。まあこんな風に思ってる人多いんじゃないですかね。うん、でまあこの日はね、まあそうは言ってもちょっと心配なんで、まあ、体温は測ってたんだけど、うん、まあピークでも 36.5 度くらい、うん、まあだからまあ平熱だよね。まあだから割と普通の休日を過ごしてました。まあ、まあ、その方がね、まあすっきりして夜ぐっすり眠れるし、まあその方が治るよねって、まあそれいつも大体そういうパターン、寝て治るみたいな、うん、まあそう考えてましたね。まあ、ところが結果的にはなぜか全然眠れなかったんですよね。なんで俺全然眠れなかったのかちょっとよくわかんないんだけど、うん、まあなんとなく眠れなかったんだよね。明確に何かがしんどいとかそういうことはこの時症状はあんまりなかったと思うんだけどね。うん、まあ喉が痛いとか言っても、うん、なんか僕の場合はそんなにちょっとこうイガイガする程度で、その眠るっていう声に対して邪魔するほど痛みがあったわけではなかったと、まあそんな感じだったかな。はい。で翌日の日曜日なんだけど、もうこれ結局眠れずそのまんま朝を迎えみたいな、そんな展開なんだけど、まあその時点でね、もう眠れなかったことを契機にか分かんないけど、まあ、この時点でなんかもう発熱してましたね。うん、でもうこの日はおそらくピーク、うん、もうしんどくて1日おこたわってましたね。まあ、ピーク時は39度超えてたから、うーんみたいな、うん、ちょっとこう大人になってから39度を超えるっていうことほぼないんで、まあちょっとそれは発熱っていう観点では異常事態だよね。うん、で合わせてその倦怠感、あと頭痛ですね。うん、まあ頭痛かなり僕の場合はきつい症状でした。はい。で咳とか喉の痛みっていうのはあるんだけど、僕の場合はそんなにそれをその主軸として辛いっていうようなことはなかったかな。だから咳とかも出るんだけど、まあ、咳が辛いというか、咳をすると頭が揺れるから頭が痛い。で、頭が痛い方が主にしんどい。で、頭が痛いことがしんどいですと。まあ、そんな感じでした。はい。で、月曜日なんですけど、翌日ね。
もうそうっすね。まあこれまあ会社どうしようっていうことなんだけど、まあ朝起きて体温計で測ってみると、まあ38度、うん、ダメだこれだと思いましたね。まあだ、まあ、このコロナだからダメとかって、まあ、38度ある時点で仕事なんかできないじゃないですか。まあ、僕は少なくともできないですね。平日は普段あの35度台だったりするんで、もうフラフラということで会社の休みにメールをしました。で、まあ、ウェブでこうなんかいろいろ調べてると、まあ今時発熱がある人って意外に病院行っても見てもらえないよっていうことを改めて認識したんですね。で、まあ、僕はただの風邪だけど、まあ、病院の風邪薬って聞くじゃないですか。だからその風邪薬をもらうために、まあ、病院行こうと思ったんだけど予約が必須であると。まあ、いわゆる発熱外来ってやつですね。なんてことを考えながらうだうだいろいろウェブを見てましたと。で、10時になって、まあ、10時から受付開始なんで、まあ、病院に電話かけまくったんだけど、まあ、保健所も、まあ、病院出ないんで保健所もかけたんだけど、まあ100回はかけましたかね。もう一切つながんないんで、もういいやみたいな、どうしようかなと思って、もうどうしようかなっつうか、もう僕は早くの欲しかったんで、薬欲しかったんだよね。まあそういう意味でもう妻に頼んで病院に突撃してくれと懇願して行ってもらいました。まあ結果なんだけど、まあ行った病院って私あの2018年からずっと通院しているまあ超常連の患者だったんで、まあすぐ妻が僕の名前を受付で言ったら話が通じて、じゃあ見ないとね、見てくれるよってことになったみたいで、まあ15時に予約取ってきてもらって15時に行きましたと。そしたらもういきなりですね、もうなんていうかな、コロナに罹患していることを前提とした対応でしたね。まあ、具体的に言うとですね、まあ、そもそも、まあ、病院めっちゃ混んでて、ああこれで電話しても繋がんないんだなっていう実感はあったんだけど、まあそれより何より、まあ、僕が行ったらは、なんとかな、中に入らないですくださいって言われて、ちょっと呼ばれるまで外で待っててくださいって言われて、まあそうですね、宇宙服のような格好して看護師さん出てきて、ちょっとこちら来てくださいって言って、なんていうんですかね、 PCR 検査をするための部屋にベッド連れて行かれましたね。で、まあ PCR 検査するんですけど、もうなんかそうなんだってこの時思いましたね。もうで、先生、いつも先生になって喉見てもらったりして、ああ喉腫れてるね、どう咳出るって言うから、いや僕咳あんまりきつくないですねって言って、まあ、熱がその昨日39度出てすげえしんどかったんでちょっと薬欲しくてきた、まあそんな感じです、そうなんだみたいな、そんな話をして、で、じゃあまあ薬出しとくから、でいつも出してる薬も1ヶ月分出しとくからっていう感じで、まあ目的が達成されましたね、その薬もらえたんで。で、まあ帰って薬飲んでて、まあ薬やっぱ効きましたね。まあ薬効いたか時間の経過とともに治っていったんだか分かんないけど、まあ翌日の8月2日の時点では朝起きると、まあ、37度下回ってる状態。まあなんとかね、良くなってるのは実感できましたね。まあ僕の中ではやっぱ薬効いたのかなと思うんで、まあ、突撃してくれた妻には感謝ですかね。で、まあ10時になって、まあ、会社には在宅勤務するよっていう話しました。ただまあ体調次第で早退しますっていうことで連絡して、まあ結果的にね、
まあ15時くらいに早退、まあ、もっと早く早退しよっかなと実は思ってたんだけど、まあいろいろ熱心も溜まっちゃうんで、まあ最低限やることをやって15時に早退したという感じ。はい。まあでもこの時点でもだいぶ体調良くなってるなと実感し、まあ、やっぱただの風邪だったんだなってこの時点で思ってました。18時になるとあれですね、突然そのかかりつけ医の病院からですね電話がかかってきてですね、 PCR 検査の結果が出たよっていうことを言ってるんですけど、まあちょっとなんていうのかな、大学の、まあ、試験の合格発表じゃないですけどちょっとドキドキ、まあどうすれば陰性だと思ったんだけどプラス判定でした、まあつまりコロナ陽性ですよねっていうから、みたいな、うん、ほんとみたいな、うん、ほんと驚きましたね。ただの風邪じゃないのって思いました思ってたんでね、うん、まあこの驚きをねちょっとみんなに伝えたかったのと、多分こんなふうに思ってる人実は多いんじゃねえかなと思って、まあ、ちょっとそれをその、うん、まあ共感すんだか、まあ参考になる人もいるのかなと思ったんで送ったって話ですね。まあ、でどうすんのと思って、まあ、質問したんだけど、まあ、病院自体はまあその、まあ、そこはなんか特に担当外みたいで、まあ、在宅療養になると思うけど、まあ、隔離するにも何するにも保健所から連絡あるからその指示に従ってくださいねっていうことで電話を切ったっていう感じですかね。でさらに翌日の8月3日ですけど、まあ、朝9時28分にまあ、SNS が届いたんですよね。厚生労働省と保健所。うん。で、それぞれからですね。で、そこにはね、自宅療養はどうすんだとか、今の健康状態の報告だとか、まあそういうその案内がありましたね。で、まあこの、まあここの画面貼っといたけど、その療養証明書なるものも、その、なんつうの SNS のリンクをたどっていった先のサイトにありましたね。これ私の分の画面キャプチャーで、まあ、ちょっと個人情報のとこは黒塗りにしましたけど、まあ、こんな感じの見て、おお、これ感染してんだねって、まあ、こうやって文章に見せられるとね、うん、まあ、ここで、まあ、感染したことを実感しました。で、まあもう外出禁止なんで、まあじっと家の中にいて、まあこの日はですね、で、21時38分に、またあの、その市役保健所から、SNS がね、届きまして、まあ今の状態はどうなのみたいなのと、あとは現在かかってる病気があるのとか、まあ普段飲んでる薬だとか、今飲んでる薬とか、まあ、ワクチンの接種履歴とか、まあ、もろもろ、その記入するんですけど、まあ、なんていうかな、まあ、結構二重入力みたいなのも結構多くて、まあ、朝のこの時点ですね、この朝の9時18分に入力した内容と、まあ、あとはそのワクチンの接種履歴とか、もうマイナンバーカードとかから、ちょっと連携してさ、なんか、いちいち、入力させないようにできないのかなみたいな、まあこの案内も厚生労働省、保健所、病院、まあそれぞれその、まあ、役割があって分担してやってんだろうけど、まあいろいろデータ連携してほしいよねって、まあそういう話で、入力終わるとね、ここにあるような内容が出力されたんで、ちょっと情報をコピペして貼っときます。朝8時に症状確認見るか来るんだ。じゃあ明日も入力だね。で、10時に回答。毎朝こんなことやんだね。まあ、ここはもう書いてある通りいいのかなと思いました。ちょっとこの
療養中の過ごし方とか保健所から送付する書類についてってところを見てみましょうか。一般の看護師のサイトの内容ですね。まあちょっと僕もあんまり読んでないんで、皆さんと一緒に読んできますかね、ポイントだけ。まあ、電話はないよって赤字で強調してますね。やっぱあれだよね、電話欲しい人いっぱいだ。まあ無理だろうね。もうすげえ忙しいのは旗からも感じます。はーいみたいな。まあそのリスク高い人に重点、まあ僕はリスク高いと判断されてないでしょうね。在庫が少ない。パルスオキシメーターって全員に配ってるわけじゃないのか。なるほど、これ読んでよかったな。いや、なんでそういう話かっていうと、なんていうの、現状の報告するときにそのパルスオキシメーターでの測定結果を入力させる欄があるんですよ。でもパルスオキシメーターなんて持ってねえから入力できねえじゃんと思ったけど、あ、もう入力しなくていいんだっていうことが分かりました。はい、ありがとうございます。読んでよかった。うん、まあこの辺はまあいいか。ん？二重の健康観察。あれもうすでにやったんじゃねこれ。二重になる。まあいいか。ああ、これさ、急返事って言うけど、これ、本人が連絡って無理だよね。てか、無理。てか、連絡しても電話つながんねえし。いやあ、これ一人の人しんどいと思うよね。世の中一人の人今多いと思うから、これ、ほんとやばいね。自宅用の手引きとかあんまりいろいろあるね。これちょっと飛ばしていきますけど、これポイントになるところがあったんで、ああ、書類あれ届きます。へえ。あ、ここ僕医療機関で陽性に当たるんだけど、療養証明書、通知書、就業制限通知書、10日間以内この位置、なんだこれ。あ、療養期間は10日間だ。何なんだこれ。要は療養期間が10日なのか11日以上なのかで証明書の内容が違うんだ。あ、俺はこのみなす検査受けてないみなし陽性には僕該当してないけどね。ああ、僕さっき写したやつがこれだ。マイハーシスっていうのか。療養証明書ね。ああ、はい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 。なるほど。よかったね。まあ、まとめるとだな。まあ、クーラーかけて朝起きて喉痛いってあるあるなんだけど、その結果がコロナ陽性になるっていうケースがあるよっていう話でした。以上です。